どうも、こんばんは、NM です、皆さんいかが夏休みお過ごしでしょうか。僕はさっきね、実家から帰ってきたばっかりなんですけど、しばらく動画を上げてなかったんで、何か撮っていきたいと思います。でですね、今回何をしようかなと思ったんですけど、復刻したね、ムクロ拾いを探せをやっていきたいと思います。はい。で、いつもみたいにね、UR 使ってやるのはあんま面白くないんで、ちょっとSSR のパーティーでね、行こうかなと思うんですよ。多分ね、あのクエストそこまで難しくはないんですけど、なんせ数回らなきゃいけないんで、ドロップじゃないんでね、周回報酬でしか新たもらえないんで、初心者の方はね、途中でくじけて取らないよって方もいるかもしれないんで、まあ、ぜひね、取っておこうということで、初心者の方でも組めるようなパーティーでやっていきたいと思います。どうしようかな、これ崩すか。で、まあ多分ね、初心者の方って言ったら最初スタートダッシュガシャを回すと思うんですよね。なんでスタートダッシュで出るやつでいこうかな。出るよね、黒犬。しかも覚醒させてないっていう。これでいいや、ちょうどいいでしょ。覚醒してないぐらいがちょうどいい。これにリーダースキルが速度135以上だから、あー、なるほど。この圧倒カネキをサブに入れて、あ、どうしよっかな、ひなみこのひなみね、昔キチガイみたいに強かったんですよね。今はまあまあ UR とか SSR プラスでだから仕方ないんですけど、入れるか、懐かしいし入れておこう。本当は入れない方が 回るからいいのかな。まあこんな感じで、多分ね、これスタートダッシュガシャで出るんじゃないかな。全部まだ僕引いてないですから、圧倒カネキと多分頬染めのひなみは出るとは思うんですけど、結構あいるね、やっぱり。デッサールは出るよな、あれ。いや、強い。SR の黒犬ほんと強いから、今でも全然ね、使えると思う。SSR より使えるからな。あ、出るな。ということでね、スタートダッシュガシャ。限定っつうか、スタートダッシュガシャで作れるパーティーで、行きたいと思います。ごめんなさい、ちょっと覚醒させまくってるんですけど。まあ、黒犬はね、まだフル覚醒してないってことで。あったあった。まあ実はね、実家の方でいろいろイベント消化してて、進行状況的にはね、石回収を目的としてやってるんで、まあこれは終わって、これもまあ終わって、今上から3つ目を、石回収に当ててるんですけど、なかなかめんどくさいですね。っていうか、もうすっげえめんどくさい、本当に。いちいちこのストーリーモードが来るたびに、それまでのストーリーモードが全部復刻して出てくるから、本当に足りない、時間が。っていうか、めんどくさい。オートで回せるけど、その間携帯をこうオートでつけてなきゃなんないから、他の作業ができないんですよね、っていうちょっと文句を言ってみた実はムクロ拾い、終わってますということでね。なんで下の中級を5回やってるのか、自分でも頭おかしくなって5回回っちゃったんですけど、というわけでやっていきたいと思います。そうだな、サブの UR はまあ適当に高くしてるひなみでいいと思いますね。アンテイクだし、まあ余裕でしょう、まあ、今の時代 UR が出てるから。本当に黒犬と圧倒カネキとさっきのサブじゃねえわ、リーダー、フレンドリーダーにひなみ入れてやるだけで本当に相手ボコボコできると思うんですけどね。黒犬使うのすっげえ久しぶりなんだけど、とチャレクエ以外で使わないからさ。さあ、どっから倒そうかな。篠原行きたいけどめんどくさいから、まあ多分オートでも回せるんじゃないかな、これぐらいなら。ただあれですよね、反射とか射撃のタイプってやっぱりオートで回すとなんか損してる感が。
まあ、不安なら別にここでスキル貯めても結構かな。あ、そういやこれあれだっけ、ここの篠原ってワンパンできるんだっけ。あ、全然だ。昔に比べると本当に弱くなったわけじゃないんだな。キャラが強くなりすぎた。キャラのインフレ化が進みすぎて、昔苦労してたクエストイベントが本当にちょろくなってる。あ、新た来たんだけど、篠原でよかったんですけどね。めんどくせえ。どうしよっかな。まあいいか、適当で。どうせ勝てるっしょ。ひなみのスキルがたまれば全員多分ワンパンできるし。圧倒金木先輩、僕ね、リセマラ、まあなんていうのかな、俺配信当時にグルカルやってたんですけど、途中で携帯変えて引き継げなくて飛んだんですよね、データ。まあそこまで進めてなかったから。でも初期の時代ってカラーがついてなくて、なんか全員黒いシルエットで、なんかもう声もなくてわけわかんねえ状態だったんで、あんまりそこまでモチベは高くなかった。いつ再開したんだろう。確かね、ムカデの時はもうやってたんだよな。これ範囲内一体だよ。ムカデの時はやってて、ムカデのちょっと前ぐらいに始めて、それでリセマラがまだ1回しか弾けなかった時、今は何回弾けるか知らないんですけど、リセマラまだ1回時代の時に2回目ぐらいでこの圧倒カネキが来てくれて、うわめっちゃかっけえじゃんとかと思って、すごい思い入れがあるキャラなんですよね、圧倒カネキ。なんでね、封筒に変えるのは本当にもったいないっていうか、やっぱり最初使ってたねキャラとかって愛着湧くから売りたくないですよね。いくら覚醒させてるって言っても、いや本当に楽勝すぎでちょっとびっくりする。ガイイベもやろうかな。いやいいわ。イベさんの SSR プラスはあんま使う気にならない。やっぱりガチャから出たやつをね、ドヤ顔で使いたいっていう気持ちありますよね、 UR とか。ということでね、まあ初心者の方はぜひ、新たプロと取っておいてください。本当に強力なんであれは。ということでお疲れ様でした。今回ムクロ拾いを探せの上級を、適当にスタートダッシュガシャで弾けるようなキャラでパーティー組んでいってみました。お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。